サムソン・サムソンはアメリカ合衆国サウスダコタ州で発見されたティラノサウルスの標本、ゼットレックスという別の愛称もある。頭部の骨が多く保存されている。過去に複数回の競売にかけられており、個人所有者や博物館を転々とした経歴を持つ。1992年、ティラノサウルスの化石がサウスダコタ州のバッファロー近郊の個人所有の 牧場で発見された。愛称は、ティラノサウルスが、後期白亜紀の強力な捕食動物であったことから、海力で知られる、旧約聖書の登場人物サムソンにちなむ。骨格の保存度は高く、2009年12月時点で、確認されているティラノサウルスの標本のうち3番目に、完全である。保存されている骨の個数は、約170個。 全身の約55%に達する。特に頭骨はよく保存されており、2009年10月時点において、ティラノサウルスの頭骨のうち最も完全とされている。サムソンの頭骨は変形が少ない。例えば同じティラノサウルスの標本である数は、頭骨が大腿骨と接触して歪んでしまっているが、サムソンはそのような接触がなく、 化石化の過程での変形を受けていない。抗眼下骨の溝をはじめ、頭骨を含め骨格の各所には、病変と思われる構造が見られ、また治癒した痕跡も確認されている。尾骨には、左右非対称の波状の特徴が見られ、突起のような構造を示唆する可能性もある。また、血管様構造も認められている。全長約11.9メートルで、重さは、 同じ数と同程度。ティラノサウルスはメスの方がオスよりも頑強な体格を持つという従来の研究結果に従うと性別はメスと推定される。サムソンをティラノサウルスレックスではなくティラノサウルス属の新種と考える研究者もいた。サムソンは2000年に発掘者であるアランデッドリッチにより競売にかけられていたが定時価格が800万ドルから1200万ドルと 高額であったため二度買い手がつかず売り込みに失敗していた。2001年に非公開で売買され800万ドルを超える額で個人バイヤーにより購入された。購入者はイギリスのビジネスマンのグラハム・レーシーであった。サムソンは彼の所有家で2004年5月にカーネギー自然史博物館へ送られ頭蓋骨のクリーニングが行われた。グラハムは博物館に 高額の手数料を支払い、うち3500万ドルが恐竜ホールの増改築に充てられた。頭蓋骨からは約1 3 0キログラムの母ンが取り除かれた。また、この時にアメリカ航空宇宙局のマーシャル宇宙飛行センターでコンピュータ X 線体軸断層撮影が行われていたほか、研究協技型も制作された。 クリーニングの終了後にサムソンはグラハムへ返却された。2006年3月11日にはサムソンの送別として博物館でイベントが開催され、グッズの無料配布や研究者による講演会が実施された。その後ニュージャージー州の研究施設でも組み立て展示された。その後2009年8月から再びオークションの用意が始まった。サムソンは9月に ラスベガスのラスベガスのベネチアンリゾートホテルカジノでグッケンハイムハーミテージ博物館のスペースに2週間展示され、同所で10月3日に合衆国内のオークションハウスであるボーナムズバターフィールドにより競売にかけられた。この時は360万ドルの値がついたものの最低落札価格に届かず買い手はつかなかった。翌月までに ボナムズバターフィールドは売却交渉に応じた。自然史オークションの共同監督であるトーマス・リンドグレンによると、サムソンは500万ドル前後で落札された。購入者の身元は明かされていない。一方で、競売の終了後、サムソンが科学界から離れて、個人の所有物になることを危惧していた研究者らは、サムソンの今後の行方を心配した。 サムソンを研究者の手に渡す取引が進められ、オレゴン州ポートランドのオレゴン科学産業博物館がサムソンを一時的に展示することが2009年12月に決定した。購入者による協力を受け、コムキャスト社とサイエンスチャンネル社及びディスカパリーエデュケーション社をスポンサーにがサムソンの展示にこぎつけた。二千九年十二月十七日からサムソンの展示が始まり、 これは、博物館でのサムソンの一般向け初公開となった。展示は2010年の夏までの契約で、その後のサムソンの行く末は未定である。なお、競売で落札されたティラノサウルス標本には836万ドルの、数、3180万ドルのスタンがいる。ありがとうございます。